本日ソロサウナを楽しむのはこちら、ソロサウナチューン。はい、こちらパウダールームですね。あのアメニティがバッチリ揃っていて、ドライヤーとかもね、あのリーファのコンパクトなやつが置いてあります。サウナの時間が終わっても受付をせずにこちらでメイクなど支度準備ができます。今回はこちらのルーム1番を使わせていただきます。中はこんな感じで、うわ広い。3名まで使える部屋っていうことだったんですけど、本当にね3名でゆっくり使えるような部屋の大きさになってます。そしてこちらアメニティなんですけど、受付時に渡していただいて、今回ですね夏季限定のものもあります。まあ、ドリンクなんかもちょっとね、あの購入したんですけど、このチューンのお水かわいい、はい。で、夏限定でこの凍らせたカチコチのポカリ、あでもちょっといい感じに飲みやすくシャリシャリになってきてますけど、はい、このポカリを飲んでからサウナに入るっていうね、今限定らしいです。でもう一個限定のがあって、こちらのですね、あのスカルプクレンジング、これもね夏限定で使えるらしくて、はい、ちょっと今日は使ってみたいと思います。頭皮のクレンジングとねマッサージができるっぽいかな。はい、チューンのサウナハットもねお借りしました。もちろんねフェイスウォッシュやクレンジング、化粧水などもついています。ドライヤーはおしゃれなダイソン。ではまずはこちらサウナ室の方も見ていきましょう。タイマーはこちらにありますね。よいしょ。あったかいし広いな。ちょっと暗いんで電気つけましょう。はい、サウナね3人まで入れるって言ってたんですけど、めちゃくちゃ広い。はい、こんな感じになっており、もちろんね、セルフロウリュもここにできますね。で、これね、寝そべり OK なので、ソロサウナの時はここでゆっくり寝っ転がることができるのがおすすめポイントだと思います。で、今ね、窓ちょっと開けてる状態なんですけど、開けてる状態で今85度なので、90度以上まで上げられそうな気がします。そしてサウナ室の横にはシャワールームがあります。もちろんただのシャワーヘッドもあり、体洗えるんですが、こちらですね、上から冷水もかけることができます。冷水が出るのでご注意ください。はい、こちらのね、上から冷水で整いたいと思います。もちろんボディーソープ、シャンプー、トリートメントもあります。サウナから出たらこちらの整いスペースで整える。いやー、自然の音を聞きながら3人並んで整うっていうのは良さそうですね。ではせっかくいただいたので凍らせたおかりいただいてからサウナに入りたいと思います。ありがたいよね本当に。うん、シャリシャリ美味しい。置いてほしい、めっちゃうまい。そしてこちらね、あのチューンのサウナハット、これかわいいですね。これをかぶって今日は楽しみたいと思います。よいしょ。あ、もう暑い。はい、ということでこれギリギリですね。こんな感じで失礼します。はい、こんな感じであの全然ゆったり寝っ転がれる、めっちゃ広いですね。あのソロサウナチューンさんは部屋ごとにこう同性だったらこの部屋は3名まで入れるんですけど、まあ、あの女子会にめっちゃちょうどいいぐらいの広さ、あと何よりめっちゃ静かだし、あの防音がしっかりしてるんで周りの音が全く聞こえないのと、あとは自分の好きな音楽かけながら整えるのもすごくいいなと思いました。やばい、めっちゃ俺ソロサウナーにはねちょっと贅沢すぎますね。めっちゃいい。撮影してても恥ずかしくないもん。ソロサウナ毎回ちょっと隣の部屋に申し訳ないなって気持ちになりながら撮影してるんですけど、めっちゃいいわ。腕を伸ばし足を伸ばしても
まだ余裕があるってことは、これ180センチぐらいは横幅あるんじゃないですか。じゃあね、せっかくなんで私もうね汗が、でもう汗こんなかいてますが、セルフロウリュして温度を爆上げしていきたいと思います。よし、じゃあこちら失礼いたします。ASMR ということで、もういい感じに温度上がってますわ。温度上げたところで本気で整いに行きたいと思います。ちなみに私のサウナルーティーンはだいたい1回目は10分入って、水風呂入って、水風呂はまあ1分ぐらいですね、入って整い、整いは気の済むまで。2回目は8分、3回目も8分、そんな感じでやってます。だんだんね体温上がってくるんで、時間が短くなってくるっていうね、静かに楽しみます。もうねちょうど10分ぐらい経つんですけど、汗バシャバシャです。あのね、自分で湿度調節できるのがやっぱソロサウナはいいですね。このソロサウナのいいところもう一個見つけました。単純に私の好みのところ言っていいですか。時間を継続するものがいっぱいあるっていうところがめちゃくちゃ好み。部屋からもちろん時計も見えるし、タイマーも外についていて、部屋自体にこのね砂時計もあるっていう。やっぱり女性なのでこの後の化粧の時間とかいろいろ考えると時計あった方が便利だなっていつも思うんですよね。とにかく私の好みのサウナですね。あー暑い、出よう出よう出よう、あーやばい、あーあー、シャワー浴びて整う。暑い、めっちゃ整ってるんですけど、お水飲むよ。やばい、この水のボトルめっちゃおしゃれ。あ、やばい、整ってる、バク整い。いや広くていい。ちょっと一人には贅沢ですね。3人ぐらいで来るとちょうどこういい感じは確かにありますが、今日私は贅沢サウナで。では整いきったので2周目行ってきたいと思います。この後、さっき言った通り私は2周目、3周目って8分ずつ、同じルーティーンをやっていきます。サウナ初心者の方は本当にね、1回目はこう頑張って10分入っていただいて、2回目、3回目はね、全然、7分とか少なくてもいいので、1回ね、ちょっとグッと体全身を温めてから水風呂、まあシャワーとか、最初は絶対ね水風呂きついと思うんで、こういうねシャワーで15度ぐらいの冷水を浴びて整うのがおすすめになってます。では2周目もゆっくり熱々の状態でいきたいと思います。今90度前後なので、こう保ってちょっと湿度も高めにしていきます。ちょうどね8分経ったんですけど、もうちょっと入れそうな気がします。あ、やばい。でもね、暑いは暑いんですよ。ちょっと水分補給はしてあと5分ぐらいいようかな。
しょ。あ、やばい。ここの温度だけでも整いそう。ちなみにこちらのサウナは神楽坂にあるんですけれど、ちょうどねカフェと隣接してあるので、今日はこちらでね、整った後カフェでご飯を食べてサ飯をしてから、帰りたいと思います。私的にサウナが広い、整いスペースが広いっていうことはもちろんなんですけれど、整った後に美味しいご飯が近場で食べれるかって結構大事だなって思ってるので、そこまでを一セットとして見ていきたいと思います。サウナ上がりのサ飯ということで、サウナの真横に隣接してあるアングラン、こちらにてカレーを食べてみたいと思います。んー、めっちゃ美味しい。しかもボリューミー。野菜もたくさん入っていて、スパイシーなカレーも入っているんですが、辛すぎなくて辛いの苦手な人も美味しく食べれます。健康的なランチをして今日のサカツは終わりとなります。皆さんもぜひ行ってみてください。バイバーイ。